どうもなおちんです。ペルソナ3エピソード対決やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は絶対に入手してほしい装備を紹介していきたいと思います。今作ダンジョンさんの装備がものすごく強くなってるんですよね。で厳選をしてみました。まだ5時間しか厳選してないんですけども、かなりいい装備を入手することができております。20時間ぐらい厳選するともっといいやつが出るかとは思うんですけども、まあ、とりあえず今まで出た中でこれはいいっていうやつを紹介していきますね。まずはメティスですね。この武器マハタルカオートがついております。開幕で全体の攻撃力が上がりますので、かなり使い勝手がいいかなと思います。まあ、この他に、全能力プラス5、この装備もあるんですけども、まあ、今のところはマハタルカオートの方が使い勝手がいいですね。で体です。これは感電無効がついております。メティスは特に弱点がないので、まあこれじゃなくてもいいのかなとも思いますけども、こういったものもあります。ハイパーカウンターですね。まあ、メティスとの相性はいいんではないでしょうか。まあ、今のところは感電無効をつけてます。で足ですね。コーチングです。メティスは物理系の攻撃が多いので、コーチングとの相性はいいんではないでしょうか。はい。あとは闇からの大生還を持ってますね。続いてコロマルです。コロマルはまだ一つずつしか入手できてないんですけども、素晴らしい効果だと思います。まず至高のナイフですね。斬撃ブースターがついてます。これはコロマルとの相性がすごくいいと思うので、もうこれはこれで決定かな。斬撃ブースターのナイフは最高ですね。でドッグスーツ、これも最高です。光無効、コロマルは、光弱点なので、これをつけることによって弱点を克服できる。めちゃくちゃいいと思います。コロマルはこの2つを、ぜひ厳選してみてください。かなりいいと思います。次アマラですね。コンセントレートオートがついた武器を入手しております。開幕でコンセがつきますので、かなり使い勝手がいいかなと思います。まあ、それと、全能力プラス5、これも入手しておりますけども、今のところはコンセをつけておりますね。そして、体はこれ普通ですね。でこれ足、これはいい。不屈の闘志がついてる、足になります。これはね、全キャラ分欲しいんですけども、まだ一つしか入手してないんですよね。でもってミツルですね。まだ武器は出ておりません。体と足は結構いいのが出てると思います。魔術の素養ですね。SP 消費が激しいミツルには、かなりいい装備になるんではないでしょうか。で靴も大機構ですね。同じく SP 系なので相性は抜群かなと思います。この2つなかなかいいかなと思いますけどね。で秋彦ですね。秋彦は武器にこれがついてます。ダウン時ダメージアップ、何パーセントダメージが上がるかは分かんないんですけども、まあ一応つけてます。そこそこ上がるかなとは思ってますね。で体は特にいいやつではありません。経験値 50% アップですね。で足が、マハスカオートがついております。これもね、開幕全体に効果があるので、絶対にいい装備だと思います。そして順平はね、いい装備が全く出てないですね。暴風の心得がついてるんですけども、もっといいやつがあるはず。で体は光からの大生還、これもね違う、もっといいのがある。で靴が魔法回避率中アップ、いやいやいや、もっといいのあるでしょう。順平はねまだまだ厳選が必要ですね。続いてゆかりです。武器はこれなかなかいい感じだと思います。高確率で混乱がつくっていうやつですね。雑魚戦ですけども結構混乱させることができるので使い勝手がいいです。で体は良くないですね。経験値アップ 50% で足は大機構もつけてますけども、ゆかりには大機構は必要ないかなって思ってます。まあとりあえず装備してるっていうところですね。それでは最後アイリスですね。武器は制作で作ったバンマの銃を装備してるんですけども、いやこれね絶対ダンジョンさんのやつがいいかな。
うん、なかなか出ないんですけども、一つ持ってるのが経験値アップなんですよ。いやいやいや、これなんかね、アイギスはいいのが出そうな気がする。まあ、とりあえずバンマの銃で、耐性虫アタックをつけております。で、防具、これはね間違いない。うん、これは最高だと思います。 HP と SP がプラス100上がります。やっぱりね、ハードとかそれ以上やるようになると絶対 HP が必要になるんですよ。で、特に SP もアイギスは必要なんだよね。うん、なのでこの SP プラス100っていうのはすごく大きいと思います。まあ、アリダンスと、勝利の息吹もあるんだけども、こっちの方でしょう。やっぱり HP、SP が上がった方が間違いないと思います。で、足ですけども、これ最高、二王立ちがついてます。二王立ちでも思考じゃないんだよね。防音の方なんですよ。一個下の装備、思考にもおそらく二王立ち付きがあるのかな。いや、もちくはないかな。うん、まあ、とにかく二王立ちかなり役に立つので、装備しております。そして最後に全キャラ共通のアクセサリーですね。アクセサリーもめちゃくちゃいいやつが出ております。このね、防音のメダリオンからいいやつが出だすと思います。この2つ、チャージオートとコンセントレートオート、これがね絶対入手しておいた方がいいと思います。やっぱりオートでチャージとコンセが作って最高なんですよね。今のところ3つずつ入手することができております。うん、これは複数個持っておいた方がいいですね。そして思考のリングですね。力とか魔力、耐久力とかが、13上がるやつですけども、まあ強いですよね。で、これ全能力がプラス7上がります。まだ1つしか持ってないんですけども、これもね複数個入手しておきたいところですね。で、思考のリングのこれ、ヒートライザーオートです。まあ、他の防具でマハ系を全部入れれば問題ないんですけども、まあこれ一つでヒートライザーがつきますので、これもね複数個持っておけばいいかなと思います。私は今のところ2つ持ってますね。はい、ということで今日は絶対に入手してほしい装備を紹介していきました。まだ厳選5時間ぐらいしかやっておりませんので、10時間20時間ぐらいしていくとまた違った装備が全然出てくると思いますので、まあ、その時はまたね、紹介していきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。